計測はエグスの冷静を計測システムを使って正確に行われた。前回の勝者である谷口信輝が乗るのはおなじみ HKS-S1 号スペシャル。対するチャレンジャーオリド、今回はイケアフォーミュラ S1 号。この車はサーキット用のグリップメインで作られたマシン。パワーは約430馬力。まず谷口選手がトライ。そうですね、西コースの1分20秒バトルですけれども、多分ね、僕の経験からいくと、まあ、あのシルビアのポテンシャルからするとこの西コースをグリップで全開でいって1分5秒から6秒ぐらいだと思うのね。でもそれはこのコースをこうレーシングスピードで走っての話で、今回はここからゼロスタートなんで、この時点で多分3秒ぐらいはロスをしてます。ってことはそこで約、1分8秒から9秒でしょ。そしてコースがちょっとセミウェットなんで、ここでロスタイムがまあ4秒ぐらいすると思うの。そうするとやっぱり全部で1分まあそうだな13秒14秒、その辺だと思うんですよね。残り6秒7秒ぐらいをどういう風に合わせてくるか、ちょっとまだそこら辺はね、僕のあとは、体内時計を信じるしかないですね。では冷静な谷口選手スタート。今回の谷口 S1 号には HKS のシーケンシャルシフトが搭載されている。した気がするな。比較はですね、この車は何秒でここ走るか全然わかんないんで数えます。オリド選手スタート。選手、前回の負けが相当悔しかったみたいで真剣に数えてます。今のところはいい感じですけど、この後はどうか。オリド選手、ゴール寸前でスローダウン作戦。自分で数えてたんだけどね、77でゴールしちゃったと思ってるでしょ、うん、でも自分のカウントが正しいとは言えないから。いや、分かってるよ。だからちょっと早めに入ってたの。いや、微妙ですよこれね。岩田さんはじゃあもう答え知ってるかも。なんかね、みんなね、周りの人はさ、こうやって見てんだよね。これ見てんだよね。俺たちだけ答え知らないの。すげえ今日一日悩まされるこれ。だっていや本当は本当のところ。だって3秒早いから。ちょっと早いかな。19秒ぐらいかな。でタニアは？
俺22秒、2秒か3秒か。いや、タニアは遅いと思ってるね、うん、2秒ぐらい。およくは早いと思ってる。ちょっと早いかな。こう、もう早い。